2020年に時空移動して黄昏の騎士団を出迎えるウパ。マクアヌに到着ウーパ。時を中央広場に急ぐウーパよ。マクアヌの中央広場に行こう。カムイたちの石像が光ってる。ヘキーの騎士だ。騎士長のカムイだ。ザワールドを守るため力になるぞ。バルムンクさん、もういらっしゃるんですよね。ああ、またこき使われるのか。騎士長のカムイか。敵だと怖いけど味方になると頼もしいかな。レキはいろいろと大変そうだけど、さあグランホエールに戻ろう。よし、アガシャ版に行こう。あんたがクロノコアを入手したことでアガシャ版のプロテクトの一部が解除されてるわ。それよりもさ、服を着たら。風呂上がりだからちょっと涼んでるのよ。いいからアガシャ版に近づきなさい。任せろ。アカシャ版の中だ。
前よりも強力なセキュリティ用モンスターが配置されてるはずよ。気をつけなさい。何？サイカちゃん、あんたカイトを助けたがってたじゃない。あんたがそうしたいんなら先に彼を助けに行ってもいいわよ。本当？でもなんで急に？うるさいわね。いろいろ考えたのよ。めんどくさいし回り道にはなるけど、あんたのやる気が下がるのはその迷惑、そう迷惑なの。いや、このまま赤車版の最上階を目指そう。え？俺もいろいろ考えてさ、もうカイトだけじゃない、赤車版の運行を正常に戻すことで全てが解決するのなら、それがみんなを救う最短ルートなら赤車版の最上階を目指すべきだよ。そうだったらいいのよ。このまま先に進みましょう。
前は？よう、待っていたぜ。始めようか。第二ラウンドをよ。変身した？なんてこと。あれはバーサークプログラム。あいつ自分の PC にウイルス型のチートを施してる。ウイルスチート？わざとウイルスに感染してプログラムを書き換えて強力なパワーを引き出すのよ。でもボディが変形するほどの高濃度なんて初めて見る。すげえ湧いてくる。赤ジャパンごと吹き飛ばせそうだ。向かってぶっ壊せる。今度こそ蹴りつけてやるよ。よくやった。Never!
誰か撃たれたぞ。親子連れだ。